レッスン1文字の混じった情報で書けるいらないはずいなレッスン2文字と数の積は数を文字の前に書くぞ読みたいそれならやれたいわいだね違う違う違うレッスン3文字の前につく1省略数じゃあ 100x+y 円かそうそしてこれが追加レッスン追加レッスン積のマイナスカッコあるならカッコ取り書きますレッスン5同じ文字の積は累乗の指数で表すべきレッスン6文字の混じった情報は割るを使わずに分数にしましょう数学の文字と式わからないとドキドキラップで覚える中学歴史 YouTube メンバーシップにて視聴可能重要事項を除いた暗記用ラップの再生リストも成績アップの声多数追加特典もたくさんチャンネルトップページのメンバーになるをクリック